すごく第1部の熱気が伝わってくる、ね、お客様の方からもということで再び登場しました美穂と安道です。ですね、皆さんのお伺いで一曲ご一緒させていただくことになりました。ありがとうございます。曲スタンダード、はい、フライミートゥザムーンを一緒に歌っ、てください。よろしくお願いします。
第2部が今から、はい、スタートいたします。まだまだ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、若いお二人にもう一度拍手を。それではここで同じトリオで、はい、もうカミングアウトします同じトリオで、ではまたアレンジものをお届けしたいと思います。皆さん、キャロル・キングという方の名前を聞いたことあるでしょうかね。お好きそうな年代の方がちらほらいらっしゃいますけど、60年代70年代シンガーソングライターとしてね、いろんな曲を書きました。その中で、ソウルの女王と言われるアレサ・フランクリンに彼女が捧げた曲がございます。ナチュラルウーマンという曲なんですけども、それは今のトランプさんじゃない、前のオバマ大統領の時にですね、アレサ・フランクリンがこう弾きながらそのナチュラルウーマンを弾いてるというそういうイベントがありまして、でそれを見てたキャロル・キングがもうこうバルコニーからこう涙を流してこうキスをしてるという、それが最近ちょっと見た、YouTube で見たものなんですけども、でマムのナチュラルウーマン、違う感じですけども聞いていただきたいと思います。 A Natural Woman。
So I come back to my past, no, I'm so much gone.
ろいろ、そうだ、嵐が来て子どもたちが怖がってる時に、先生が、いや好きなものを思い浮かべるんだよ、そしたら怖いことないからねって言い聞かせる、そういう曲がございます。これをマムアレンジでお届けしたいと思います。 My Favorite Things。Why is the time when the moon on the roof?
が清水、私のお気に入り、徳も書くし、詩も書くと。で、まあ、その詩がですね、割とこう世相をこう描き出すっていうんで、有名なんですけども、その方が書いた Love for Sale という曲を次にお届けしたいと思います。まあ、Love for Sale というね、どういうお仕事か、何を売ってるかっていうのは、もうここにいる皆様だったらご存知だと思いますけども、詩ですね。すいません。まあ、春を売る女の方のお話でですね、私用の何洋服が気に入って、あの階段を上りたいんだったら、ちゃんと愛をしてなきゃダメよみたいな、そんな曲でございます。拙い説明で申し訳ございません。それでは Love for Sale お聴きください。
ありがとうございます。訂正でございます。関戸さんが大好きなチョーサンプルというあのピアニストが作った曲なんですけども、あの奄美の青い海をあのなんか思い出したわっていうことでこの曲をあの BGM として FM 放送でかけてもらいました。自分たちの演奏がFM に、ね、乗って流れたということで私たちも非常に思い出深い、曲になっているのでぜひママミでこれを演奏したいと思っております。 When the World Comes お聴きください。
Thank you.
ワンデイタイマーでお届けいたしました。スペインという曲を最後にお届けしたいと思います。お聴きください。Yesterday, just a photograph of yesterday, and it's all ashes for me on the corner swings in your room, and yet it's all I have of a past, a postcard.
チームの皆さん、クリアしました。それから町田市の皆さん、ありがとうございました。してます。もちろん無理強いはしません。皆様もうこれでもいいですし、どうしてもいいですし、足の中こうでも結構でございます、サンバでお届けします。 Close to you ママアレンジです。お聴きください。
本当にありがとうございました。これで私心置きなく今から黒糖焼酎飲ませていただきます。